Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I Hiroshi Hayashi, Hamama City Japan Checkmate Aliens Checkmate Oto Ono. 逃げ場をを封じ込め王が捕らえらえれることを言いますつまり相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博もその勝負に勝ちました。エイリアン王手広林浜松セティージャパン火星で植物らしきものが 次々と発見されています今ご覧いただいている画像もその中の一つということになりますまず皆さんにリオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナ・リザを見ていただきます。このののアイル・ワースのモナリザの背景には 火星が描かれています火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。 光は左上上方から来ているように見えますえ。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますとここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は 右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまりここに描かれているのは山ではなくて、山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そしてこの崖とそれから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところに ありますアイルワースの背景が火星ということになればモナ・リザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際モナリザの絵のの絵背景はどこかか地球離れしているのがわかりますがここは今日のポイントではありません。 今日のポイントはアイルワースのモナレザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみるとそれがよくわかります。 岩がいいくつかか重なっているのわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのが分かります。これは絵なのでしょうかそれとも写真なのでしょうかこの辺りには谷のようなもの,ものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょう。絵なのでしょうか それとも写真なのでしょうか。一見すると絵のように見えますが実際には写真のように精緻に描かれているのがわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。 少し目を細めていただきますと写真であることがよくわかります。つまりこの絵を描いた人は、まあ、一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが1500年後のイエスはこのようにしてアイル・ワースのモナ・リザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の 写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります白。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり繰り返しになりますが、1500年後のイエスはこのような形でアイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。 ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのはわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に 移し込んだとということになりますなぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、こ,れそれをその,この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博史は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは、 満足なさいませんねで私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども手法は同じかと思います。上がアイルワースの モナリザの中に描かれた岩岩山でです。す。下がのののの火星の表面の岩の様子です注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ、同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。 アイル・ワースのモナ・リザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。 もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て、非なるという感じですね。似ているけどもどこか様子が違います。 例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイル・ワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイル・ワースのモナリザの絵を見てください。 そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は 右上情報から来ていますからもしこれが影であるならば影は左下へと伸びているはずですそして色温度を上げていますと美しい緑が見えてきますこれは何なのでしょうか実は最近次々と分かってきたことなのですけどもどうやら火星にも植物があるらしいということが 分かってきました一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木 まあ、木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども植物と考えられます。まあ一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイル・ワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。 この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博は判断しました。えつまり、アイルワースの,モナ,のモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は、 火星にに生える植物とということになりますつまり針葉樹に似た木ということになります。この写真の出どころはここに皆さ,ん皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、えー、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまりアイルワースのモナリザの中には すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下戦対称になっています。そんなところから私はやはりこの下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。 そうした絵や写真は公開されています比較してみるとそれがよくわかりますですから下半分がぼんやりとしています火星とはいえ水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられますその液体に上半分の植物が火星の植物が反射していると私林博士は判断しましたつまりこのような絵をですね写真の形で えー、描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになりますえつまりいつか君たち人間はこの絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろうその時君たち人間は1500年後の私えつまりこの私が 誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ after 1500 years. レオナルド・ダヴィンチ w ダヴィンチト火星人、エイリアンに操られる神々。今日はその三部作を皆さんにお届けします。火星です。 ホーンヘッド、つまり縦長長頭人間はこの火星から来たと私林博は判断していますつまりイギギと呼ばれる人たちでした広し林ハママシティジャパン続く第一部ではヤングモナリザつまり アイル・ワースのモナ・レザの背景には火星の大地が描かれそしてその火星の大地の上には火星の写真そのものが写し込まれていましたそれを第一部で皆さんに紹介しますで従来これは山と考えられていましたけどもこれは山ではなく 崖だったた。と、私、林博士は判断しましまつまり山ではなくてつまり崖のある大地だったわけですそしてこの赤い丸の部分に極めて精緻に火星の様子が描き込まれていましたそれを第一部で皆さんにご覧いただきます繰り返しになりますがこれはある意味で スリッキーアーアトとということになります。つまり山にも見えるがしかし同時にこれは下に掘り込んだ崖であったということになりますそしてその上に赤い大地が横たわっています今黄色い丸で示した部分は崖ということになりますここが崖と分かることによって上の大地が 大地にまつわる謎が解けました。詳しくは、第1部の中で説明します。つまり、アイル・ワースのモナリザの中には、このような絵が、隠し込まれていたということになります。もう一度繰り返します。右が火星です。左が、アイル・ワースの絵の中に描かれていた大地です。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、アイル・ワースの、 モナリザの中に火星を描き込んだということになります。で、これが従来は山だと考えられ、そしていろいろと議論が続けられてきました。で、このアイル・ワースの火星ともいっ,っていいと思いますけども、大地はまさしく火星の大地の色と一致します。そしてここに 今ちょうどお見せするこの左上の黄色い枠の部分に注意してください。一見すると絵のように見えますが、よく見てください。これは極めて精緻に火星の様子が描かれたものです。周りには石がゴロゴロしている様もよくわかります。中央下がこれが実際の火星の写真です。まあ、色は多少違う感じがしますけども、 同じだとということですね。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・フィンチという画家を通してこのような絵をアイル・ワースのモナイザーの中に仕込んでそして私たちに残したということになります。これが第1話です。詳しくはこの後,この後第1話をつなげておきますから第1部をつなげておきますから どうかそちらをご覧になってください。これは絵なのか写真なのか私は写真と判断しましたまさに火星の様子を写した写真ということになります1908号でそれを皆さんに紹介します第2部の方では 火星から来た人々、イギキの話をします。1736号です。その動画もこの後につなげておきます。この赤い枠で囲ったのがイギキということになります。ゼカリア・シッチンの表した本の中にこの冊子絵がありました。頭が長い点に注意してください。ゼカリア・シッチンの表した本です。 でこの本のこのこページにその写真絵が載っていました。で、この絵はですね、まあ、世界歴史陳によれば、火星を6番目の惑星として捉えていたことを示す S といううになっています。つまり、太陽系の惑星を外から数えると、火星は6番目ということになります。地球は7番目、金星は8番目ということになります。 エイリアンたちは太陽系の惑星を外側から数えていたということになります。つまり、六坊星、六つの方向に伸びる星は火星を表していたということになります。そして、八方向に伸びる星、すなわちそれが金星ということになります。イナンナイシュターのシンボルマークです。そしてこの絵の中に、左上に六坊星が描かれています。中央が太陽で、そしてこれがす。 イギギです。周りの2人の人たちはこのイギギに向かって手をかざして挨拶をしています。そして中央の10の字は言うまでもなくニビルのシンボルということになります。つまりこのような形でこの中央の長頭人間は、長頭人間、縦長長頭人間は火星から来たということをこの挿絵は示しています。エジプトの壁画に残る、まあ、両手をかざしてですね相手に挨拶する。 この風習はイスラム教、それからゾロアスター教でも現在でも残っています。ゾロアスター教は天に向かって手を合わせます、まあ。ともかくもこのように手をかざして相手に挨拶するというわけです。その様子が左上の絵に描かれていたということになります。つまり両側の人は、まあ、人間か神かですけども、 中央の人にに向かってて挨,挨拶をしいいるととうことになりますつまりこれがイギ期火星から来た人ということになります第6番目の惑星から来た火星人ということになりますつまり超等人間なわちコーンヘッドは火星から来たということがこれで証明されました詳しくはこのあと続く第2部で皆さんにご覧いただきまたその中で詳しく 説明します、まあ、古代の人たちはですね、このような形で来訪者に、あるいはまあ目上の人、目下の人にもこのように同じように挨拶してのがありますから、必ずしも上下関係はなかったかもしれませんけども、このような形で挨拶をしていたということになります。そして超頭人間コーンヘッドの頭が全世界で見つかっています。降下させてもそれから ペルーの、えー、パラカスでも見つかっています。このコー,コーンヘッドの頭には縫合、えー、線が1本足りません。なわち頭頂骨が1本,ないわ1本ないわけですね。なわち DNA 鑑定するまでもなくこれはエイリアンの頭ということになります。人間の骨の数とは違うということです。このコーンヘッドが左のゼカリアシッチンの本の中のイギギに 示されているということになります。頬骨が飛び出ていますね。そして、頭が縦に長い縦長長頭人間ということになります。こうして一致していくわけです。そして、イギギは、まあ、私はコーンヘッド縦長長頭人間であったと判断しています。右が人間の頭蓋骨です。眼光もまあ、外側にあって、やや大きい感じがします。まあ、人間とはで。 しかし大変よく似た骨格を持っていたということになりますこうして超等人間、そして異議期、そして火星、そして火星人とつながっていきます詳しくは第二部17365で皆さんにご覧いただきますそして第三部ではリオナルド・ダ・ヴィンチと火星人の深い関係について説明します この1枚の絵がそれを説明しています。向かって左側にいる男性がこれが2000年前のイエスの実像ということになります。そして右にいるのが超等人間、縦長コーンヘッドです。この縦長コーンヘッドは顎の下に生命維持装置のようなものをつけています。左は、まあ、一応、 リオナルド・ダ・ヴィンチっていうことになりますけども、リオナルド・ダ・ヴィンチは1500年後の操り人形芸術家でした。この超等人間の顎の下を見てください。奇妙な装置といいますか、ラインが流れているのがわかります。右が超等人間、なおち先ほど紹介しました、イギギということになります。なおち火星から来た人ということになるわけですね。そしてその骨格は、パラカスで見つかった超等人間の骨格と、 と一致しますつまりここに描かれている右側の人は火星からした息利ということになります。その横に左に1500年後のイエスと言われて私が判断した人物がにこやかに談笑しています。同じものがブルガリアのアレクサンドリア・ネフスキー大寺院の残っている絵画の中にあります。この超頭人間に注意してください。 この絵は現在修復されて元の、まあ、面影は全くありません。まあ、それはともかくもここに描かれているのも私、林宏は超等人間と判断しました。そして繰り返しになりますが左にいるのがこれがイエス、今から2000年前のイエスです。もちろん処刑されたのは替え玉ということになります。その証拠もこの第3部の中で皆さんに詳しく紹介します。 右にいる人物と比べてください。特に目の付け根のところにある小さなイボ、この丸の中の中心にありますが、そのイボに注意してください。そんなところまで同じだということです。左が先ほど火星人とまあ談笑していた男性、そして右がイエスということになるわけですね。1500年後のイエスということになります。まあ、この絵そのものは今から2000年前のイエスもあ、つまり 私たちがイエスという神のその実像ということになります。それについては第三部で詳しく説明します。また証拠を添えて証明します。つまりこうして異劇火星人、レオナルド・ダ・ヴィンチイコール、まあ、1500年後のイエスとつながっていくということです。私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は、 架空の、つまりは捏造された画家ということになります。その画家を操っていたのが1500年後、すなわちルネッサンスの時代のイエスということになります。一番向かって左にいるのがその人物です。同じ人物がミケランジェロの描いたカシナの戦いの右下に描かれています。そしてこの、まあ、私がイエスと言っている人物ですけども、やはりこの 顎の下にに奇妙な装置を身につけています、まあ、この人の今の左のはやや分かりにくいですけれども上の人物の顎の下を見てくださいこうしてまあ地球で住むためには生命維持装置のようなものを身につけていただくことになりますその理由はもう言うまでもないと思いますこうして超等人間超等人間そして超等人間とつながっていきます一番左がイギキそして中央がパラカスの超等人間そして 右がリオナルド・ダ・ヴィンチと一緒に書かれている超等人間ということになります。こうして、えー、超等人間とリオナルド・ダ・ヴィンチはつながります。そして彼らは第6番目の星からやってきました。6房星です。詳しくは3番目のナン、no. バー1818でご覧いただけます。では順に3部作をご覧ください。メニューです。 1908ダヴィンチは火星へ行っていた1736イギ器すなわち火星人はコンヘッドであった1818捏造された人間史。イエスキリストの謎に迫ってみますどうかお楽しみください bye for now Albert Einstein wrote, Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, prove with evidence that Leonardo da Vinci, it doesn't matter whether he was a puppet artist or not for Jesus Christ after 1500 years, Leonardo da Vinci, most possibly, might have been to Mars. Einstein Kokaite Imas. 空想力は知識より重要である。というのも、知識というのは私たちがすでに知っているところのものであり、一方、空想力の中には私たちがこれから知るうであろうところの全ての世界が含まれているからである。この動画の中で私、林博は、レオナルド・ダ・ヴィンチが1500年後のイエスの操り人形であったかどうかにかかわらず、 火星に行っていた可能性が極めて高いということを証拠を添えて証明します。広志林浜松セィジャン今日の動画をご覧いただく前にトリッキーアートつまりトリックアートについて説明しておきます。一枚の絵ですが見方によっては全く別のものにも見える。 とといいうのをトトリッキーアートと言います。例えば左の絵は見方によっては右上のような若い女性にも見えますし右下のような老婆のようにも見えます、まあ、このように一つの絵の中に二つの意味が込められているのを一般にトリッキーアートつまりトリックアートと言いますこれが今日のポイントになりますしっかりと心に留めておいてください アイルワースのモナリザです。ヤングモナリザとも言われています。この絵の中に奇妙なものが描き込まれています。向かって左側、ここですね。これは何かということです。以前にも精査してみましたけども、その時はわかりませんでした。で、今日はこの絵を検証してみます。これは何だと思いますか実に奇妙な。 この絵には似つかわしくないま物体のように見えますで、これをですね左に90度回してみますさらに90度回してみますそしてさらに90度回してそして元に戻しています皆さんはこれが何だと思いますか実はここに重大な秘密が隠されていました この絵についてはいろいろな説明がされていますけれども、私、林博の解釈は全くそれらとは違うものです。で、明るくしてみますと、何かしらボコボコとしていて、植物のようにも見えますね。で、これは本当に植物なのかということになるわけです。言い方を変えますと、こんなものを描いたことによってですね、アイル・ワースのモナリザの絵が台無しになってしまっているわけですね。つまり、それだだけ重要だからここに、 レオナルドはいいたととうことになりますで。比較してみますと B の方が A よりもややぼんやりしてますね。ここが重要なところですから注意深くご覧ください。右の A よりも B の方がぼんやりしてますね。で、私はこれは当初、まあ、水面に映った反射であると考えました。注意深くご覧ください。右の方は輪郭がしっかりしています。しかし、左の方は輪郭がぼやけて全体にがしっかりしています。 もやもやとしています岩窟の聖母ルーブル版の例もありますから私は最初アイルワースのモナ・リザが水中にいるのではないかと疑ってみましたこの黄色い枠に注意してくださいつまり上半分がですね下に水面に反射して写っているというわけですまたそうした絵や写真はたくさん発表されています まあそう考えますと、上半分の輪郭がはっきりとしていて、下半分の輪郭がぼんやりしているということが、そういった理由がですね、よく理解できるわけです。上半分が下に映っているというわけです。まあ、逆さまに映っているというわけですね。ですから、上下対称図形ということになります。アイルワースのモナリザーのこの奇妙な物体も上下対称図形になっているのがわかります。つまり私は、 この線から下が水中であると判断したわけです。また、そのような前提で検証をしてみました。繰り返します。上半分が水面に。つまり、下に映っているというわけです。ここでもう一度、確認しておいていただきたいことがあります。上半分が水面に。 映っているというわけですで、上半分の輪郭はしっかりしていて下半分の輪郭はぼんやりしているということですねそこで下半分を調べてみますとさざ波のような横線が走っているのがわかります注意深くご覧ください今この白い線で示したところがまさ、あ、ざ波のような白い横線が走っているところですで、まあこれで納得したということになるんですけどもさらに謎が続きます 横線が薄く入っていますね。で当初これはさざ波であるイコール水面の水面に映った反射であると私林浩は判断しましたところがですね今言いましたようにこのアイロワー,ースのモナリザのこの横線を入れていますけどもこのブルーの線以下は 水中ということになります。となりますと、この水中の山なども、当然輪郭がぼやけていてもおかしくないわけですね。ここに注意してください。この水中にあると思われる山などもですね、水の中ですから、輪郭がぼやけていてもおかしくないわけですね。ところが、この山の輪郭を見てください。シャープですね。先ほどの言った奇妙な物体の輪郭と比べますと、まっ、あ、く違うということですね。 ここで黄色い枠のところを注意してください。山の輪郭はしっかりしているわけです。なぜでしょうか。水中であるならば、この輪郭もぼやぼやとしていてもおかしくないわけですね。左の方もそうなっています。キメの物体の輪郭はぼやぼやとしていますけれども、下の山の部分ははっきりと、くっきりと描かれています。 なぜでしょうか。この山は水中にあるということになるでしょうか。絵の構図がまあめちゃくちゃだということですね。ここで冒頭で皆さんにお見せしましたトリッキーアートのことを思い出してください。トリックアートです。今私はこのようにブルーの色をつけていましたが、もし水中であるならばこの山場当然 水中にあるということになりまして、遠近、それから上位関係がめちゃくちゃになります。つまり、これは山ではないのです、皆さん。山ではないのです。トリックアートです。皆さんはこれを山だと思ってらっしゃいますよね。そして山だという前提で論じていますけれども、これは下へ掘り込んだ崖だということです。右がその崖を示したものです。そして上の平らな部分が大地ということになります。 ななんででです。す。す山ではなくて、下の崖だとというこわかかりますかつまりダ・ヴィンチが開発されるこの絵のい,いわゆるヤング・モナリザのアイル・ワースのモナリザの絵は背景は山が描かれているのではなくて下へ落ち込んだ崖が描いてあるということです。山にも見えますが崖だということです。トリカードなんですね。 一つの一の絵なんですけども、見方によっては山にも見えるし、同時に崖にも見えるということです。つまり、ここで崖ということがわかりました。だから崖であるならば、まあ、水中ではありませんから、輪郭がはっきりしていてもおかしくないわけです。もう一つこのトリックアートのおさらいをしておいてください。一の絵なんですけども、見方によっては若い女性にも、そして下のロ婆バのようにも見えるというわけです。同時に、 同じ絵なんですけども、見方によっては山にも見えます。下から見ると山に見えますね。しかし上から見ると崖にも見えるわけです。すなわちこれは山ではなかったのです。そこに気がつく,がつくとこの謎が解けます右。右はギアナ高原ですね。そして上の黄色い部分が大地、平たい大地だということです。これで謎が解けました。どうしてあのののの物体の下の部分の輪郭が ぼやぼやでそしてその山の部分の輪郭がはっきりしているかそれでまあ説明がつくわけです繰り返しますこれは山ではなくて崖だったのです皆さんわかりますかここが重要ですから繰り返しますアイロワそのモナ・リザの背景に描かれているのは山ではなくて 高原のような、まあ、大地でそして下に崖が続いているということです。モナ・ザを消してみました。このような絵であったということになります。そしてその平らな大地の上にこの奇妙な物体が乗っているということになります。ここで火星の話をしておきます。火星です。 赤い大地です。これは公開写真から撮ってきたもので、一切着色・変色などの操作はしていません。元のままの色です。火星です。火星の表面です。注意深くご覧ください。火星です。火星の表面はこのようになっているそうです。 でその火星と先ほどのアイルワースのモナリザの中に書き込まれている大地と比較しています色の風合いが大変よく似ているのがわかりますアイルワースのモナリザは上半分は空なのかあるいは遠方の、まあ、景色なのか分かりませんけどもと,ともかくも下半分は火星の大地の写真と大変よく似ているということですなあいちアイルワースの,あの奇,妙奇妙な物体の下半分は 影とということになります。そう判断しますと、この影の部分がぼやぼやしていて、そして第一の横線が映り込んでいて、そしてその下の崖の輪郭がはっきり,してはっきりとしている理由がこれで分かります。だからあの、アインシュタインはこう言ったのです。空想は知識より重要であると。空想は知識より重要であると。そこで私たちはイマジネーション、空想力を働かせます。 つまり、アイル・ワースのモナリザの背景に書かれているのは火星であると、まあ、空想力を働かせるわけです。そうして、その上に奇妙な物体が着陸している。そして、下の半分の、下の半分の、はですね、その影であると、まあ、空想力を働かせるわけです。右が火星の写真です。つまり、このアイル・ワースの中に書き込まれていたのは火星であると。 もしそうであるとするならば、これはひょっとしたらその火星のオアシスかもしれません。植物かもしれません。緑の木かもしれません。しかしそうでないとしたら、私はこれは宇宙船であると判断しています。奇妙な形の宇宙船ですけども、人間の想像を絶する宇宙船であるということになります。その証拠の一つとして、左のアイルバースのモナリザの中には、 写真としか言いようのない火星の風景が描かれています。右が実際の火星の風景です。そしてその崖が左の絵の中に描かれているということですね。繰り返します。山ではありません。ですから、この崖の輪郭ははっきりとしています。しかし、あの奇妙な物体の下半分の輪郭はぼやけています。これで説明がつくということですね。 繰り返します。崖です。山ではありません。山であると判断して、あれこれ問題に議論するから話が分からなくなってくるんですね。その証拠にこの赤い部分を見てください。この部分には極めて写実的に、正確に、あたかも写真のようにその風景が描かれています。これはもう絵ではありませんね。拡大しています。皆さんもここがポイントですから注意深くご覧ください。皆さんはこれを見て、絵だと思いますか 絵だとと思いますか。私にはとてもそそううにには、はののようには見えません。下が火星の写真です。もちろん全く同じものを探すことはできませんでしたけれどもコンセプトが全く同じであるイコール上の絵はですね絵の範囲を超えてまさに写真を焼き付けているということになりますつまりこの絵は火星の風景を描いたものであるということはこの絵を描いた人はですね火星の風景をしていたイコールレオナルド・ダ・ヴィンチが誰であれ その人物は、まあ、1500年後にイエスということになりますけども火星へ行っていてそしてこうした、まあ、写真を撮ってきてその写真をこの絵の中に焼き込んだということになりますあくまでも空想力の段階ですけどもしかしそう考えると今までここで述べてきた謎がすべて氷解しますそれで結論ということになります アイル・ワースのモナリザの向かって左側には奇妙な舞台が描き込まれています。こんなものがなぜここにあるかということですね。このものがですね、この絵を台なしにしているのは間違いありません。言い換えますと、それだけ重要だからここに描き込まれたということになります。で、調べてみるとですね、右が上半分です。 B、左の方が下半分です。上の方の輪郭がはっきりとしていて下の半分の輪郭がぼやけています。そこで私はこれは水面に映った反射であると判断したわけです。そう考えるとこの部分については納得できるわけですね。上半分の輪郭がししっかりしている。しかし下半分の輪郭はぼやけているということになります。 ところがですね、下半分を水面下と考えますと、絵の構図がめちゃくちゃなんですね。遠い山が近くにあり、そしてその上に奇妙な物体が描かれているということになり、さらに,さらになおかつ水面下ということになりますと、この山の輪郭がなぜはっきりしているかということが説明がつかなくなります。物体の下半分の輪郭がぼやぼやとしている、さらにその下の水面下にあると思われるその山がですね、輪郭がはっきりしている。なぜかなぜかなぜかということになったわけです。 そこで登場するのが、トリックアートということになります。トリックアートです。一枚の絵ですけども、見方によっては全く別のものに見えるという絵です。同じように、私たちはこの山をですね、山と思い込んでいただけなんですね。山ではなくて、実は崖だったのです。谷底だったのです。そう考えますと、謎が解けます。なぜ、水面下にあるはずの山の輪郭がはっきりしているかということも、これで 納得できますつまり書けたったんですね。そしてその証拠がこの絵の中に残っていました。で、この絵のこの部分を見てください。平らな大地の上に何かあります。この平らな大地の上に何かあります。この部分を拡大してみますと、この部分だけ極めて精緻に書いてあるのが分かります。書いいてあるというよりも 写真を写し込んだという、雰囲気です。つまり、火星の様子がそのままここに写し込まれているということになります。そして、その様子は実際の写真と酷似しています。それが、レオナルド・ダ・ヴィンチ、自身であったかどうかということはこの動画では重要ではありません。重要なことは この絵を描いた人物、1500年後のイエスと林博氏は判断していますけれども、その人物は火星に行って、この写真を撮ってきて、そしてその火星の様子をこの絵の中に描き込んだということになります。それがこの動画の結論です。つまり、ヤング・モナリザの中に描かれていたあの物体は、その火星へ行った宇宙船ということになります。 Igigi was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology. Though sometimes synonymous with the term Anunnaki, in one myth the Igigi were the younger gods who were servants of Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. Who were they? Where were they from? Igigi wa shinwa no naka アヌンナキと同意語で使われているが、イギキというのは反乱を起こし人間が創造されるまで、アヌンナキの定位の神であった。イギキというのは誰なのか、どこから来たのか。広しママジャパンゼカリアシッチンはですね、イギキは火星から来た人たちであったというふうに、まあ、半ば常識的に 考えていたようですで彼が書いた本の1ページにです、ね、こんな写絵が載っていましたでこ,、まあ、この中央にやや右寄りにいる人に注意していただきたいんですけども火星を6番目の惑星として考えていたってことで、まあ、シチンはあの惑星の順番を捉えていたわけですけどもね、まあ、あの外側から数えますと火星は6番目地球は7番目金星は8番目となります。 でその説明する挿絵の中に大変気になる、まあ、絵がありましたので、まあ、皆さんに見ていただきますけれどもこの絵の中で、まあ、いわゆる星の、まあ、王座に座っている人がいると、それでプラス十字が描かれているということなんですね、まあ、これをどう解釈するかですもけども、まあ、それを順に今日は考えてみたいと思いますでこれがその挿絵なんですねで真ん中に 頭の長い人がいて、両側に人が二人立ってますよね。そして手をかざしています。で、まあ、右から月、太陽、まあ、火星となるわけですね。6本の光線が出ています。6番目の星、すなわち惑星、すなわち火星ということになります。で、まずこの手の解釈からいきますけど、一番右にいるのはこれ人間ですね。 で左にいる人もなんとなく頭が長い感じがします、まあ。ともかく一番右にいるのは人間だということになります。でエジプトの壁画,です、ね、壁画にです、ね、同じようなものが残っているんですね、まあ。手を見ていただきたいんですけども、もこれがです、ね、古代、まあ、エジプトの挨拶なのか、あるいは、まあ、あの挨拶ですよね、まああの。こういう形で挨拶をしていたということになるわけです。でこの下の絵は大変興味深いんですけども、も中央にいるのが、まあ、エリアンと思われ,思われて、まあ、見ていいわけですね。 でもう一つ、先ほどの写真に戻りますけれども、まあ、両側、一番右にいる人間がいて、ね、特に人間がです、ね、両手を差し出して挨拶をしていると、まあ、そういうふうに理解するわけですね。それで、月であり、太陽であり、火星であると。まあ、このように、シチンはあの解釈しているわけですけれども、この中央の人は誰かということになるわけです。でもう一度、繰り返しますと、ここが重要なんですね。だなぜここでですね、 あの人間がこの中央にいる人に挨拶をしているかといえば、まあ、中央にいる人の方が上位だったということを示すわけです。でまあ、こういう形で人間がですね、まあ、あのエジプトの壁画では、あのまあ、上位にいると思われる人にこのような形で挨拶をしている。まあ、あの上位の人も、ね、同じように挨拶しているのに壁画もありますけども、まあ、そういうことなんですね。まあ、下の人が上の人に挨拶をするということです。で この人について調べっていますけれども、頭が長いということで,で、すね、少し前、この動画を作って、これはコーンヘッドであるという結論を出したんですけれども、一つ言い忘れましたので、えー、ここで補足しておきたいなと思うのは、ですね、あのまあ、いわゆる顎に当たる部分がですね、頬骨ですかね、それが両側に突出しているということですね。でこれはあのいわゆるまあパラカスを中心として、世界中で見つかっているコーンヘッドの頭蓋骨の特徴と一致しているわけです。 もう一度皆さん、てあまあ、今日はですね、まあ、火星人についての、我々もっと言いますと、高音程度についての結論を出しておきたいというふうに、今日は考えましたので、この動画をもう一回先編集し直してみました。で、この飽ボ音ネっと言いますかね、これが、まあ、人間も出てますけどもね、まあ、人間よりも高く出ていて、それが眼光がですね、目の穴がですね、大きいですね。 そしてその目の穴がですね、まあ、ほ,ほとんど側面部まで届いているということです。人間はそのそこ,ここまで眼光大きくないですね。右の、これが右がこれ人間ですけども、比べてみてください。まあ、目が大きいと言いますか、眼光が大きいということですね。そして頭は長、ね、頭である。まあ人まあ、知的生物の、まあ、あるまあ進化系ということになるわけです。ということで、まあ、この、なきてますか、き,きというのは、 火星から人来た人,人イコールコンこッ人であったということになります。これがですね、えー、今日の結論ということになります。どうか続くビデオもう一度ご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a man from Mars.It's proof and evidence. 超等人間。彼らは火星から来ていた。その証拠と証明。超等人間。別名コンヘッド、あるいはエロンゲイトスカルとも言われています。まず皆さんに知っておいていただきたいことは、火星というのは 第6番目の惑星だとということです。エイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました一番外側が冥王星ですねそして続いて海王星天王星土星木星と続いて6番目に火星がやってきますですから第6番目の惑星というのは火星ということになりますついでながら金星は第8番目の 惑星ということになります。では、超頭人間の話に戻ります。全世界で、こうした超頭頭蓋骨が、数百個以上見つかっています。頭を縛って、このようになった、という説は、もう通用しませんね。で、これら長頭人間は、どこから来たか。私は。 数々の状況証拠を重ね、火星から来たというふうに結論付けていましたが、あくまでも状況証拠ですが、今日物的証拠が出ましたので皆さんに報告します。ゼカリアシッチンの書いた本の中にその図がありました。おそらくゼカリアシッチンも気がついていなかったものと思われます。これらの本は友人から送っていただいた。 ものですその中の一冊にその絵がありました。これがその本です。人人類を創生した宇宙人このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。この絵は何かと言いますと、第六番目の惑星。 そして、火左がそうですねいわゆる6方向の光線の描いた星が描いてありますそれについてゼカレ・シッチンは次のように説明しています6番目の惑星として火星を描写しているここが重要なんですねそのシンボルいわゆる火星のシンボルとして、まあ、6つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると星の下の王座に座っている絵が描かれているとそしてここに 太陽、月、そしてよくそれをこぎる惑星などが描かれていると。で、プラスというのは、十字形は、いわゆる第十二惑星のシンボルだというのです。まあ、それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうか。それは最後に皆さんに話します。 ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない長いですね。そして、ここにいる人は第、まあ、6番目の惑星から来たということになります。つまり、火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっている、いわゆるまあ超等人間の頭蓋骨を皆さんに見ていただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そして この超等人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか、まあ、こうした調査ではですね、一見無駄な調査でも後々役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。 見覚えがありましたそうなんですエジプトの壁画なんです手を見てください同じように両手をかざして相手に向けてますねつまり挨拶をしているのです挨拶をしているんですよで言いました Hi nice to meet you お会いできて嬉しいですわってねそのように話していますということはこの左の上立っている図の 火星人の両側に立っているのは、まあ、人間もしくはそれに類する神々だったと思われます。そして中央の火星人に挨拶をしています。これが物的証拠ですね。これでこの超頭人間は火星から来たということが裏付けられました。私が今まで状況証拠として挙げてきた説がこれで物的証拠とともに裏付けられたことになります。超頭人間は火星から来ていました。ビンゴですね。 この頭の長い特に縦長長頭人間は火星から来たいわゆるまあ居残りまあ生き残り組ですねそして地球残留組ということになりますということで火星から人の来た人のビ動画を終わりますバイ !Another version Of human history has been warped since the beginning days of our history, that is to say that we have another history hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. here in this video, I like to explain about it. And how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo bonardi in the Renaissance. The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketch sketched in the Battle of Cascina. Which was also said to be sketched by Michelangelo Branotti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ, as well as Jesus in Pietà. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as a man in the battle of cashina which means that these three men are the same one single man or jesus christ today's story starts from here and please remember that saint jerome painted by leonardo bears the closest resemblance with these three men each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ. F. 2000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. ピエタ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。 そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ペーター像のイエスとカッシナの絵の中の男とそしてダヴィンチのスケッチの中の男がこうしてつながりました。つまりこれら3人は皆1人の人物イエス・キリストということになります。さらにダメ押しをするならカッシナの戦いの中のその男は頭に花の冠をかぶっています。つまり こののの群像の中の王で、あることを示していますでさらにダヴィンチが書いたセント・ジェロームを見てください。老人です。この男性とダヴィンチの書いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまりセント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで2人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスはす。 2000年前のイエス、そして年をいたイエスはそれから1500年後、つまり、ルネサンスに現れた年をいたイエスということになります。Hiroshihayashi, Hamama City, Japan。Now you see these three men are Jesus Christ, and you see another Jesus Christ here on the left side.Jesus Christ was a woman. Whose appearance is very queer, so uh, let's compare these two men with each other. then you know that there are no difference between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So be patient to compare them with sharp eyes. And white mouth and a very strange bump, and also very sharpened chin, small nose, and a mouth a small mouth here, and a small bump here, and small they've got small ears and very strange nose. probably they got a very light colour uh, blue eyes. So these two men are the same, one single uh, Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago. So we know two uh, Jesus Christ. One is older and another one is younger. So back again to this sketch. This sketch was created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. There are a man or woman on your right side has got a very strange head, elongated with elongated scar And the man on the right side has got a very strange hat. And under a cheek Chin. Then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support he his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a, a breast, a but I think he's a man. Anyway, uh, he's got a scar. I think. Uh, which is very similar to that one uh, unearthed in parkas Pelu. So I think this man is from Mars who helped or assisted Jesus Christ F 2,000 years ago. So both are the same with a very queer face. So I'm sure Jesus Christ of 2000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone head man. With elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on your left side. let make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin. You see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose. What do you think this is anyway? And also this man has got a very strange sort of equipment or sacked neck. I don't know which is which one is correct. Anyway, he has he seems to have a very strange Neck thirty two. So, these three probably have got a very, very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on earth without these equipment or. What do you think this is? And I talk about a little bit about a proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost two years ago. I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Florence this hairy shroud was discovered a short time ago, and this, they say, this is jesus christ. this is restored image of jesus christ. and it says something about this in japanese, something, something, probably translated from the english one on wikipedia. and this is, Michelangelo Buonarroti, and this is Pietà. Pietà has got a very uh, sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange uh, arm with uh, bumps, uh, which are very similar to th those bumps uh, created on uh, in the sketch in the Battle of Cascina, but also P uh, Jesus Christ has. And Peter has uh, also, very strangely, has got a very close resemblance with the uh, holy man and holy shroud. So this is another point, important point for today's video. So just compare them with each other. Jesus Christ on the left side is Jesus Christ in Peter and. Jesus Christ on your right side is Jesus Christ from Holy Shroud So you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo, so I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for G uh, Jesus Christ and this is a sort of proxy it is that all right to say that sort of a- di sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ two thousand years ago so there were used to be uh, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ. Another one is proxy uh, Jesus Christ. And proxy Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ two thousand years ago. I have got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Sinoridi Luca Sinoridi. So, anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see uh, Jesus Christ of 2000 years ago, younger one, younger one. and. This is uh, Saint Jerome, uh, painted by Verrocchio. Verrocchio was also a uh, sort of puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as an as obedient servant to real Jesus Christ. So I say uh, puppet artists. Cinoretti, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raffaello. These artists did not produce any paintings and uh, sculptures, or a little bit they could do that, but the these masterpieces were created by the real uh, Jesus Christ of to fifteen hundred years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to I have come to. Uh, thank you very much for watching and please watch following videos for more information. Bye for now.